しらす炊きに味を染み込ませる、これが大事なんです。強めの火でやってたんですけども、ほら水分出てます、ほとんど出てないですね。どうもダメ人間です。ということでですね、今回はですねダメ人間劇場です。はい、僕はもう基本的にダメなんですけども、お酒飲むと。でもそんな人間でもやっぱり生きる価値を見出したいということで、今回はですね皆さんの役に立つレシピをちょっとやってきました。しらたき5キロカロリー、炭水化物 2.3グラム、パーフェクトヘルシー食材、これを使ってですねしらたきで締めていきたいということで、今回はしらたきで締めていくペペロンチーノやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料いきます。ひらたき、1袋 200g、 キャベツ1分の1個なんですけど、大体 100g ぐらいですね。ニンニク1かけ、あとツナ缶ね、ツナ缶半缶、今日の材料で、やっていく、調味料はね概要欄に書いてありますのでよろしくお願いします。これさえ食っとけば体重増えませんよっていうレシピをやってるんですけども、これはね本当に低糖質だ。で、低糖質っていうことはやっぱり高糖質のものを食べても飲んでもいいっていうことなんですよね。言ってる意味わかりますか？カロリーが低いものはカロリーが高いものを食べるためにあると。今回糖質が低いので罪悪感なく糖質が高いものを飲めるということ。俺ねもうワインっていうのはね糖質が高いんですけども、なんとこの白滝ペペロンチーノで合わせるとラバニゼロということで飲んでいきます。むしろ前うまいよねこれね。おつまみいっていきたいと思います。本当にもう皆さんのお役に立ちたい。そんな太ってないですかって言うんですけど、ね普通にね僕めっちゃ太りますから、かなり太りやすいです僕。なんかね本当にねもう極論言ってしまえば食わなきゃ痩せるんですけど、キャベツはこんな感じでざく切り、ニンニクはまあパチンと叩いてスライスです。しらたきってすごくね香りが強い、匂いが強いんです。だからこのまま炒めてもしらたきくしゃってなっちゃうんで洗っていきます。ざる取れてる、取れてる、はい取れてます。はい、お湯で、お湯もぬるま湯なんですよ。これで洗うんです。しらたきっていうのはお湯で一回湯がいてやるっていうのが基本的なんですけども、そんな必要ありません。しらたきっていうのはお湯でガーってよーく湯すげば、そう匂いなくなるんですよ。これ茹でなくてもいい、このぬるま湯でよーく洗い流してください。水分こうちょっとキュッと、はい、これでもうめちゃくちゃ美味しい、しらたきになります。じゃあやっていきたいと思います。ここに火つけます。オリーブオイルね大さじ1だね。はい、大さじ1です。火にかけたのをニンニク、はい、ニンニク入れます。唐辛子ですね。まあこれはもう好みですね。まあ僕は辛いの好きだから結構入れますけど、最初はね強火でいいんですけども、シュワってなってきたら弱火ね。そうしないとニンニク焦げちゃうんでね、シュワっと炒めていきます。切ったツナ缶を入れていきます。はいはい、切ったツナ缶を入れたらキャベツを入れます。はい、はい、なんでここでちょっと炒めていきます。ここからはねあんまり強い火でやるとニンニクとかも焦げちゃうので、ちょっと中火でいいや。中火でないともうキャベツがいい感じにならない。で、ここに塩少々入れます。つなぎぐらいです。これを入れるとキャベツって結構かさがあるじゃないですか。なんでこのかさがね塩分の塩の浸透圧でねしなっとなってきます。半分に切ります。こんな感じで。はい。はい、一番本が売れてた時のレシピですねこれはね。白だけ入れていきます。白だしを大さじ1とちょっと入れます。大さじ、そしたらもういいだし夢気分です。白だけってのは水分をすごい持ってますので、これをね飛ばしながらちゃんと飛ばしながら炒めにしていくと、ちゃんとね白だけ自体に味がついていくんですよ。白だけに味を染み込ませる、これが大事なんです。で、基本的にペペロンチーノっていうのはコンソメとかで仕上げたりするんですけど、今回ね白だし、なんでかっていうとね、この白滝が和の食材なんで、ちょっと醤油、ほんの少し、この醤油があることで僕はまた強くなれると思います。ほんと汁気とばり炒めてください。これまだ汁気あるじゃないですか。白滝っていうのはものすごく水分を蓄えてるんで、ここで水分をいって、この
あの白滝にうあの味がつけばめちゃくちゃうまい白滝パスタなんです。強めの火でやってたんですけども、ほら水分出てます、ほとんど出てないですね。水分が確認できないぐらいまでこの白滝麺に吸わせたら完成です。はい、じゃあ持ってきます。はい、こんな感じで、はい、あ、もうね、旨味をね全部これあの吸ってる感じですね。完璧です。これが私が求めていた究極の痩せペペロンチーノですね。水分をちゃんと飛ばして旨味をね、この旨味のない白滝麺に完全にキュッとパセリ、パセリ、あ、かわいい。はい、白滝ペペロンチーノ完成でございます。いただきます。出汁の香りが、あ、うまこれ。ちょっと待って、パスタこれでいいな。白あふれ、白出汁の旨味がね全部この白滝に吸い込まれてて、白滝だと物足んないかなっていう感が全然ないね。そして具のツナも存在感あるし、キャベツも出汁の旨味を吸っててめちゃくちゃ美味しい。歯ごたえもちゃんと残ってる。唐辛子の辛味もニンニク油の味も全部吸い込まれてる。哲也、酔ってるやついる？よいしょい、はい、乾杯。イエーイ、痩せたかった、痩せたい。いただきます。よし、うん、うまっ。俺の白滝レシピって全部うまい。ちゃんと火入れて飛ばしてるからほんと味しっかりするんだよ。煮汁全部のりうさえだね。なるほどね。いや、いいね。ツナもちょっと入ってちゃんとタンパク質も取れるし、食べ応えもしっかりある。柚子胡椒をちょっと絡めていただくのもいいと思います。うん、ガラッとバニから、うん、これですよ。そうです。じゃあちょっと次の動画行こっか。次の動画行こっか。ああ、ね、白滝のペペロンチーノ、白滝のペペロンチーノでした。すき焼きのさ、白滝って一番うめえじゃん。あれよ、あれってさ、すき焼きのさ煮汁がさ全部にさ白滝にもう乗り移ってるじゃん。だからね、この白滝をパスタ側にする時も煮汁全部乗り移さないとダメなんですよ。なるほどね。そうするともうね、こんなうめえ白滝あんのみたいな。柚子胡椒どこ？あった。これが、これ一番飲める。まあどうせ今日で何もありますか。